杉山敏夫。バンタム級の10回戦をご覧いただきます。比嘉大吾はもともとはフライ級で戦っていて、そしてバンタム級に上げて世界を目指していこうという一戦。一方のシリチャイ・タイエン、 WBA スーパーフライ級一つ下の階級の3位です。放送席、世界チャンピオンのお二方、内山隆さん、そして内藤大輔さんをお迎えしてお送りしてまいります。内藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてゲストには千原ジュニアさん、山本千尋さんをお迎えしてお送りをしてまいります。よろしくお願いします。第1ラウンドがスタートをしました。非常に緊張感がある、入りになりますけれども、まずは内山さん、はい、まあ、比嘉選手のこの試合の入り、どういったところを注目されますか。まあ、比嘉選手がどのような動きでしっかりポイントを取るかですよね、はい。まあ、今序盤からジャブを打ち始めてる、いいですね。ただ最初から力強く打つと相手慣れてしまうので、はい、やっぱりこう強弱つけてやっていくとすごいと思います。今回は減量も非常にいいペースで進んだというふうに自信を見せている比嘉選手ですけれども、もともと内藤さんは乃木トレーナーのもとで、ね、いろんなこうトレーニングをされていらっしゃった方です。乃木トレーナーのトレーニングって結構厳しいって言いますもんね。結構じゃないです、かなりですただやっぱりそういうところで磨いたところどうですか。比嘉さんの今回の仕上がりというところは内藤さんからご覧になって。そうですね、いい顔もしてますし、はい、調整うまくいったんだなと思います。まずは体を付け合いながらシリチャーも打っていきます。比嘉も打っていきました。アッパー、いいフェイントですね。そして一方の体炎もしっかりと返していきます。シリチャーも返していきます。足の使い方、運びなんかはご覧になって内山さんいかがですか。比嘉選手、いや、すごく足動けてるんでいいと思います。はい、復帰してからの最初と次の試合っていうのはもう足止めてなんか完全に力合わせ打つようなボクシングだったんで、そこからやっぱだいぶ変わってきて、また足を使いながらのボクシングはすごくいいと思うんですよ。はい、まあ、やっぱり倒す上ではね、こういったところも一つポイントになってくるかもしれませんが、まあ、ジュニアさん、比嘉選手、こういった配慮をしていますけれども、ご覧になっていかがですか。やっぱりこうバンタムに上げて7戦目、本当のボクシングファンは本当の比嘉大吾をもう一度見せてもらいたいっていうね。沖縄まで見に行って3分弱で終わられたことありましたそうですよね。あの頃の比嘉大吾をもう一度見せてもらいたいなって日本のボクシングファンみんな思ってると思います。はい、フェンテス戦は、防衛2回目の試合でしたけれども、あの時は1ラウンド2分32秒でノックアウトしたというね、そういった試合もありました。さあ、そういった中でお一人追っていきます。この辺りの大足なんかも結構キレがあります。おお、ただどうでしょう、まず、シリチャイの方の入りというか、ご覧になって内藤さんいかがですか。最初様子を見ながらの動きのように感じますね。はい、パンチ自体はどうでしょうかね。結構ハードパンチャーという触れ込みなんですけれども、いかがですか内藤さん。そうですよね、KO率高いですよね。まだそこはまだちょっと感じられてないかな、見せてないかな。まあ、今結構比嘉選手の方がいい方、アッパー、右ダッパー、どんどんいきますね。対照的ですね。これは内山さん結構いい仕上がり可能性が高いですね。仕上がりいいと思いますね。第1ラウンドが終了しました。まあ、改めて伺います。内藤さん、この1ラウンドに関してはどんな印象でしょうか。比嘉大吾選手、1ラウンドからガンガンいってるなと、少しもうちょっと様子を伺うのかなとは思ったんですが、ガンガン言っててちょっと意外でした。はい、内山さんいかがでしょうか。はい、比嘉選手がすごく足使って組み立ててポイント取ってたと思います。はい、かなりこの辺りの左の、ね、フックのキレも、いい感じです。まあ、今、この比嘉選手に話をしているのが野木長司トレーナーになりますけれども、本当に、まあ走り込むというね、そういったトレーニングを、いつもされていて、門下生はたくさんいるというトレーナーです。第2ラウンドがスタートをしました。山本さんにも伺っていこうと思いますが、1ラウンドいかがでした。初比嘉大吾選手生ですごい感動してるんですけれども、すごい闘志ですね。はい、曲にぴったりのというか、でもさすがのタイアン選手もキャリアがあるだけよく見ていらっしゃるなと思います。3番から左、
矢田は非常にいい形で切れています。比嘉大吾のパンチ、そして、要所ではしっかり足つかめるアッパー。今のアッパーの軌道なんかは内山さんいかがですか。いや非常に見づらいアッパーだと思いますよ、コンビネーションがいいですね。はい、左を打っていきます。何か内藤さん、はい、読みづらいですね動きが。そうなんですよね。はい、いきなりあれああいう形で来られると本当分かりにくいですよね。相手からするとちょっとねパンチに避けにくいですよ。やっぱり内藤さん、試合の入りっていうのは相手がどんな動きするのかある程度見たいなっていうところあるんですよ。そうですね。はい、ただ選手によりますよねそこはね。あ、なるほど。はい、だからね、大吾選手はもういきなり行くタイプなんでしょうね。まあ、かなりねしっかりとした強いパンチを振るってくるという印象がありました。さあシリチャイの方も少し詰めてアッパーを打っていきます。今は中央シリチャイの方が取っているという状況ですけれども、ここからどうするか。左フック、ワンツー。ただシリチャイも強いパンチを持っているので出し始めると要注意です。ボディから上、あれですよね、右フック。さあここから一気に動き止まった。すごいパンチだ。いや今の右のかぶせる感じ、まさに右。すごい。いやもう内藤さんをして思わずすごいという。大野さんね。いやただこれスタミナ削りますよ。こんだけ振っていくと、結構ペースをあんまりこう考えずに入ってるような感じすら受ける内藤さん入りですよね。本当ですよね。どういうことですか。はい。さあ追っていく。何かどうでしょう内山さん、より倒すという意識が感じられるんですか。倒すという意識しか感じないですね。そうですか。はい、はい、もう10ラウンド戦うという感じではない。ただまだ相手はシリチャイ選手はまだスピードについていってないですね。はい、何このまま倒しきれてしまえばいいんですか。右、あ、ちょっと効いた効いた効いた。今ちょっと遅れて倒れました。効いてんだこれ。効いてますね。目が、はい、ちょっと泳いでるな。大丈夫か。いけいけいけ。ボディーから上。いけ。さあさあ。いけ。フック。アッパー。まとめる。ちょっとシルちゃんが出ない。待って。逃げ。かぶせる。レフリーも見ていますが。ボディー。2回目のだ。すごい。縦にか残りが10秒。すごい。これは。パンチが重い。おお。いやー比嘉大吾選手は完全にバンタム級の選手になりましたね。ですね、はい、いやもう倒せる比嘉大吾というのをこのバンタム級で見せる展開ですが、内山さんいかがですか今の。いややっぱパンチがありますね、またもう蘇ってきましたよ、はい、今あれですよね、ちょっとテンプルのあたり捉えてから若干タイムラグがありましたね。ねえ、はい、そしてこれが2回目のダウンのシーンです、まあ、最後は2回目がちょっとあれですね、吹っ飛ばしたって感じですね、もう聞いてるところに。はい、いや内藤さん今の倒し方いかがですか。いや豪快でした ね本当パワーでなぎ倒した感じでした ね一発で効かせたじゃなく、まあ、最初は効いた感じもあったらその後もう連打でねなぎ倒しましたね。でまた一発目のタイムラグっていうのがね、内藤さん本当にこう効いた感ありましたよね。本当我慢したんでしょうね最初はね。だけどダメでしたね。さあまたフック。いやちょっと足の運びご覧になって内藤さん、はい、シリチャー選手いかがですか。ちょっとなんか、ね、大丈夫かなって感じで、あと右目がちょっと少しちょっと腫れてますよね。なんかね腫れて軽く塞がってますね、下からしっかり突き上げる右ストレート。そしてボディ、すごい思いっきり打ってますよ、これすごいです。左から下のアッパー、内山さんがの内訳です。うまい、左のストレート、まあ、ジャブのようなストレート、ストレートのようなジャブを打っていきます。いやでもこれだけなんでしょうね、何か階級上げたら倒せないみたいな、何か周りのその評価っていうのを明らかにジュニアさん覆してますもんね。これ長引くと意外と比嘉選手のスタミナもあるんで、早めに仕留めてほしいですね、はい、結構全振りでいってますもんね。そうですね、はい、ペースを厳しいですからね、このままいくのも重要。まだ何しろ3ラウンドという状況でこの試合は10ラウンドで行われます。
まあ、おそらくは本人も倒したいという気持ちの中で今回入っているはずです。ただ少しどうでしょう、シリチャイ内山さん戻してきてませんか。まあ井川選手もやっぱりちょっとあのペース上げすぎなんて少し落ち着いた部分もあると思うんで、はい、シリチャイ選手はただまだあの大悟選手のスピードが見えてないですね。はい、はい、メリハリというワードも飛んでいます。左のジャブダブルで打っていった日が、ただシリチャイもパンチ自体はある選手なのでしっかりと注意して入っていきたい。ただ今日ここまで内山さんご覧になって比嘉選手のコンビネーションの中で一番いい部分どういったところでしょうか。やっぱ変則点アッパーとかいいですね。あの繋げていく中が、はいはい、やっぱり避けれない背中が、この接近戦の中でボディからでアッパー、いやー内藤さんこの辺いかがですか。いやー上手ですね。あーボディー一発で決めた、動きが強烈、厳しい、おーちょっと立ちましたが息が苦しい、トムダウン30秒。さあ元暫定世界チャンピオン相手に3ラウンドで倒しきりか、残り20ボディは10秒。ただちょっとラウンドはそのまましのぎそう。左の打ち大振り、第3ラウンド終了しました。このラウンドもダウンを奪っています。菅大吾、これあのシリチャイという選手は元世界暫定チャンピオンで、まあ、先ほどもご紹介しましたが江藤光輝選手を倒している選手なんですよね。このボディ内藤さんいかがですか。いや見事でしたね、いやこれそこまで急所じゃないんですけどね、レバーとは逆側ですからね。そうですね、はい、それは重たいんでしょうね、いやジュニアさん思わず私息を飲んでしまうようなパンチでした。これですみんなが待ってた肥後大吾さんはこれです。ですよね、本当に素晴らしいパンチを打ちました。そして今ちょっとねシリチャイの方の右の目のあたり、このあたりもやっぱり腫れてきているのが見えるようになってきました。第4ラウンドがスタートをしています。左のジャブを出していくシリチャイ、比嘉がしっかりとプレッシャーかけていきます。ボディ左、下から上と打ち分けようという日が、ただ接近戦でコンビネーション、今シリチャイも返していきます。シリチャイタフですね。ですよね、はい、って立ってくるんだね、はい、ほぼ試合がね内藤さん終わったと思えるぐらいのね。そうなんです、はい、頑張るんです、ね、この辺りはさすがに元世界チャンピオンのプライド、左のジャブを打っていきます。断定ではありますが一度世界チャンピオンベルトを巻いています。しかし今も山本さんいいアッパーのコンビネーションですよね。しかし比嘉選手はあれですね、コンビネーションのコンパクトさが出てきましたね、やっぱ前に比べて。あ、はいはい、でコンパクトになったんですけど威力が強いっていうのがすごくいいですね、あれこう腕で畳んでしっかり打ててますもんね。そうですね、はい、で変則的なパンチも結構強いので、はい、相手からしたらすごい嫌だと思うんですよ、はい、おいしょー、リーセットアッパー、もう一回ボディー強烈、ボディー消えた、セコンドはどう見る、これボディーに行かないときついよ、かなりきついですが立てるかどうか、立てって言ってますね、止めた、見事なボディー、素晴らしい、完全に心折りました比嘉大吾。2回のボディーはきついよ、最後はもうね心も折れたでしょうね、はい、いやもう文句のない勝利です。終わったからメインごめんなさい、いや素晴らしいパンチでした。改めてジュニアさんこのフィニッシュいかがですか。戻ってきましたね、本当ここ4戦あの見せてくれなかったダウンシーンを全部一気に見せてくれた感じですね。ですね、
いや内山さん、はい、新たな比嘉大吾の姿見せたというふうに言ってもいいでしょうか。ですね、あれだけ強いパンチでコンビネーションを続けられるってすごいやっぱりいいです。なんかロマ昔のローマン・ゴンザレスを見てるんだ、ちょっと前のロマゴンまさに現れるという感じ。1ラウンド34秒、1ラウンド1分34秒ノックアウト勝利、比嘉大吾新たな姿を見せました。まあ、比嘉選手